あのプロダクトローンチってアメリカのジェフ・ウォーカーがあのやってきて海外で事例があるけど日本でもできるのかっていう意見を言う人いるんですけど、できます。もう日本でも私自身教え子の人で結果出した人いますけど、たくさんいます。でこれまでにプロダクトローンチでもう結果出した人いっぱいいます。もうプロダクトローンチはアメリカ以外でも今ブラジルですごくやっぱり流行ってて、ブラジルでもう多くの人があの起業して成功しています。他にもヨーロッパとか、まあ、これからアジアの方でも多分出てくる人がいると思うんですけど、どんな市場であっても使えるんです。なぜならプロダクトローンチっていうのは人間の行動心理学に基づいたメンタルトリガーっていうものを使って、そういったものを使って売っていくから別に言語は関係ない。日本でもこのプロダクトローンチでこれから多くのいろんなありとあらゆる市場で多くの人がこれから結果を出していくことになると思います。で、あとですね、私の商品は高額じゃないっていう人ね、高額商品じゃなくても売れます。プロダクトローンチは定額なものでも売れます。ただですよ、さっきもあのアドバイス私しましたけど、本とかはすごい定額です。1000円とか2000円とか3000円の商品っていうのはなかなか収益が結びつきづらいです。それだけじゃ、だからそこで戦略を立てて後ろで大きな商品を用意して作ってそれを売っていく。だからローンチをやっていくことでそういうアイデアも出てきます。だから高額、私の商品は高額じゃないという人でもプロダクトローンチを効果的に使っていけば大きな売り上げを上げることができる。